さあでなぜそれを感じるのかと言われたらということで下にまとめていきますこの例文を見てピンとくる方いらっしゃいますねまずは意味はどうでしょうそれでもやはりで文末欠点があるにもかかわらずそれでもやはりで後ろは原因それがあるといいんですが空所の右側前置詞「FOR」もなければ接続詞「Because」そういう原因を示す表現がないんですね ですから B は×。じゃあ C はどうなのか。これは品詞の観点からいけそうですね。当然後ろは名詞。A little time。ごくわずかな時間。みたいな感じで後ろ名詞が必要なんですが、空襲の右側。過去分詞になっておりますので、やっぱり×。じゃあ選択肢の D は、特に at least と書いてますから、少なくとも。そうです。少なくとも後ろは数字が必要ですね。少なくとも30ポンド。みたいな感じで空襲の右側。 数字があるといいんですが、もちろんない。ですから正解は A。で、これならばっちり。A little。少ない。それを Not で否定しますので、少なからず。そう、少なからず喜んだんですね。意味の味を確認いたしましょうか。私はわかりました。で、その笑顔から判断できたんですね。で、先生が少なからず喜んでいる。で、何に対して、A、と言われたら私たちのプレゼント。 それを少なからず喜んでいるということが笑顔から判断できましたで訳し方はそれでいいんですが今回は選択肢の右側まあ意味も大事なんですが後ろの表現ここまでちゃんと分かっているかどうかですねまあ意識してませんでしたという方もいらっしゃるんじゃなかろうかということで本日この問題を採用いたしました是非参考なさっていただけるとよろしいかと思いますでは画面を書き換えますねさあ復習しやすいような画面に書き換えました スクリーンショットする方はどうぞでは画面の右側線へ皆さんの指などで隠していただいてで一番から二番そこに入る語こをすらすら言えるよう活用なさっていただけますと幸いですということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします